こんにちは。この動画はユニティ初心者向けだよ。もし知ってるよって人がいても、ゆっくりしていってね。それで今回は、ユニティの当たり判定について気づいたことがあったから、ちょっとだけ動画にするよ。ユニティのバージョンが違ったりしたらわからないけど、当たり判定がうまくいかないって人はぜひ参考にしてね。まず、ユニティで当たり判定をするときに、親にリビドボディをつけたまま、どうしてもこの当たり判定をしたいって時があると思うんだ。そうなんだけど、親オブジェクトにリビドボディがあると、子オブジェクトの当たり判定がうまくいかないんだ。どういうことなのか試してみようね。まず、スクリプトを用意しよう。今回使うのはコリジョン系だよ。オブジェクトに何かが当たった時はこれが呼び出されるんだ。この中に当たったらさせたいことを書くといいよ。今回は、当たったらヒットってログが出るようにしたよ。試しにリビドボディのついていないオブジェクトが、ちゃんと反応するかだけ確かめてみよう。反応したね。ちゃんと動作するね。そしたら次はリビドボディのついたオブジェクトを打ってみよう。この縦3つの球体は、上から順に親になってるよ。リビドボディをつけているのは一番上の親だよ。さっき作ったスクリプトも今は一番上の親につけるよ。じゃあ打ってみようね。どれを打っても反応したね。次は真ん中の球にスクリプトを入れよう。この球だね。そう、この通り、親オブジェクトにリビドボディがある場合、このオブジェクトの当たり判定は検知しないんだ。これが今回の気づいたことだよ。そして、子オブジェクトだけの当たり判定が欲しいときは、当たり判定の欲しいオブジェクトにもリビドボディを入れよう。本当にそうなのか試してみようか。一番上の親にはリビドボディだけ。真ん中にはリビドボディとさっき作ったスクリプト。一番下には何もつけてないよ。うまくいったね。真ん中と下のオブジェクトだけ反応したよ。今回の検証で分かったことは、リビドボディをつけていると、このオブジェクトの当たり判定は反応しないで、すべて親のオブジェクトのコライダとして反応したね。そして、このオブジェクトだけを反応させたいときは、このオブジェクトにもリビドボディをつけるんだったね。こんな感じかな。当たり判定で、他のことを試してもうまくいかないって人は、試してみてね。この動画が役に立ったって人は高評価。もっと他にもやってほしいって人はコメントとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。